魚も入って、でっかい魚もいますよ。エビ、あ、食べた。すごいな、みんな全力でこう開いてんねんな、食べるときとか。そう、開いて追い込むみたいな。あー、なんかすごいみんなで漁してるみたい。え、そんなつもりはない。いや、追いかけてるだけ。個体的にここで。ここでが。すごいすごい。これ、今後じっとしてる。あ、ほら、積極的な人がどんどん。でっかいの食べて。うん。あ、最初にいいのを食べちゃった。あ、そう。綺麗、綺麗なんですよ。綺麗だよね。この子ちょっと黒い。そう、ここが長いんです。南城が。ああ、本当や。南城っていうの。南城。こっちが何？これキリンミノカサゴ。これは熱帯ミノカサゴ。熱帯ミノカサゴ、熱帯ミノカサゴ、熱帯ミノカサゴ。ああ、そうだね。キリンミノカサゴ、キリンミノカサゴ、シマヒメヤマノカ。ああ、いや、一緒だけど。もう一匹いるどっかに。シマヒメヤマノカメ。しましまのこの何、このここのしましまがすごいね。このバーってしてるところ。胸びれのしまがすごい。しまに見えますか。すごい。かっこいいな、山の神って。そう、なんかあの昔、うん、山の神様が女の人で、うん、でその女の人にお供え物をするのに美しいものだと、うん、あの怒られちゃうから醜いものを。昔からの言い伝えで、あの昔はおこぜをお供え物にしてたらしくて、見にくいってことこれ。そのおこぜとかね、こう顔がゴツゴツしてるからっていうことなのかわかんないけど、でその名残で山の神っていう風な名前がついてて、これはちっちゃくてしましまなんで、しまひめ山なんです。あ、姫な、ちっちゃいの姫な、はい。あれかな、やっぱり綺麗なものあげたら嫉妬しちゃうから。そうそうそう、そういう感じらしくあるのかな。こっち来たよ、これ。しまひめ山の神。下神そうね。すごい綺麗。広げて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 、こうすごいゆっくり回っています。開いて開いて、こう目くらましみたいな感じ。あの子狙われてる絶対。あ、狙われてる。生きえっぽくはしてみたいな。こうやっても全然あのこれ餌じゃねえからみたいな。そらそ誰も反応しないっていう。こんないい餌もらっとったらすごいね。このしまひめさんは結構あれやな、ひらひらが先っちょもなんかひらひらしてる、はい、ただ全部わかるね。あ、この頃全部？全部。あ、そっか、こういうおこぜ系のこういうのってみんな。おこぜ、ミノカサゴあたりは。この最初はとりあえず。はい。どれくらい？死んじゃう？死にはしない。死にはしないけど、あの手がグローブっていう。ああ、そう。へえ。どこを触ったらいかんの？どこもいかんの？背びれの。うん。ああ、このそれぞれがうにゅうにゅう動いてるやつ。は全部トゲある。あの毒あります。あの下のあの後ろの、うん、あの背びれの部分は、うん、ないな。あの、はい、お、いいね、サムネ用だ。